やはり、はい、このラジオの場で一度しっかり言っておかないといけない、うん、どうした、何ですか、ブレーカー問題なんとかしよう。いや、本当にそれいやそうね、ブレーカー問題ね、どうする、ちょっと、やっぱ、あ、一応ね、事のあらましを、はい、説明するとですね、はい、我々が3人以上ここの空間にいるとですね、はい、ちょっとしたことでブレーカーが落ちるようになってきちゃって、そうなのよ、で主に冬だから、うん、今んとこ一番やべえかなっていうのが、なんだっけ、エアコン、エアコン、ヘンドが2度上げたら落ちたもんね、2度上げたらグーみたいな、2度も上げるからですよ、1度にしておけば1度上げって言ったでしょ俺だって24から6にしただけだもんここ31とかじゃん、いやそうなんだよね、でやっぱりエアコンで乗り切るっていうのが、うん、長野県民の一般的なやり方じゃないんじゃないかみたいな、全然一般じゃないと思うんだよね、この雪とかにね、うん、割れてる生活で、うん、ストーブとか、うん、石油ストーブ、石油ストーブ、灯油ストーブ、灯油ストーブとかね、うん、まあちょっと一旦その、はい、ブレーカーはすでに1回上げてるから、そうなんだよ、さらに上げられるかどうか、あるいは、うん、そういう灯油系を使うのかどうか、はい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 、ペンと隊長に、ちょっと調査をね、調査をいらしたら今後するので、まあ電話、はい、会社に連絡して、はい、現状を伝えて、はい、上げられるかどうか、場合によっては見てもらうのかもしれないけど、うん、多分無理だと思うんだよね、うん、まあそれでマックスね、えそうですよね、あの時話しましたもんね、うんうん、そう、いやこれ以上はぼっ壊れますよみたいなでブレーカーってそもそもこれ以上使ったらやばいから、そうそう、ストップしてくれるやつだからね、そうだよね、そう、そう、そう、そもそもね、エアコンも2台上に増やしたじゃないですか、うん、増設、そう、増設して、うん、こいつの想定の範囲外、うん、キャパを超えてるんだよな、うん、だから PC もさ、はい、割と高性能 PC を4台あるじゃん、はい、4台あって4人いるとそれで普通動くこともあるし、うん、それモニターも2個使ってるし、確かに冷蔵庫もでかいし、そうすよね、レンジもでかい、うん、全てがでかい、全てがでかい普通の家庭の規模ではないんだよな、うん、確かにな、なんかいい方法ありましたら雪国の方こちらまでどしどし応募しております、みんな普通に石油ストーブに帰ろうみたいな意見になると思うなそうですね、はい、というわけで、はい、ちょっとなんとかしてこの冬を乗り切りましょう、あと1、2ヶ月、そうっすね、でももう3月になりますもん、そうなんですね、確かにこれ出してる頃にはもっと過ぎてるし、ね、確かに春になってる、そういうのがいらなくなるっていう、まあね、石油ストーブ買って買っていただくならパターンあるから、だったらもうちょっと粘るみたいな、今年は粘るみたいな、恥ずかしいよいや今年粘ってシーズン終わった後に買えば安く買えるんじゃないですか、あ確かに、それマジで冷静とか、早めに買った方がいいって言われてたんで、なんなら去年もいろんな人のお便りで、もう10月とかで遅いですよみたいな、8月9月にだってそうなんだよね、いつもさ服とかもさ焦ってから買うんだよね、はい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 、はい、高いんですよ、まあまあ、そういう人たちがターゲットにされてるからね、買わざるを得ない状況になってるから、まあ、価格上げても大丈夫っていうね、うん、ところではあるから、ポイントカードとかもそうだけどさ、はい、ここまで来ちゃったからもういいかなみたいな、はい、ないよね、はいはい、暗号とかもさ、うん、結局、うん、でもここまで来ちゃったしなーがこうやって来て、うん、っていう感じな気がする、それはあるね、それはあるなー、まあ、ちょっと、うん、一回調べてみる、一回軽く電話してみるけど、はい、まあ、多分ダメだと思うっていうところですね、なるほど、うん、そのあった場合はそういうストーブ買う場合は来年にシーズン中にしよう、はい、来年とか、はい、それからお願いしましょうか、はい、はい、じゃあいただきます、はい、ラジオネームキャラメル味の茶碗蒸しさんより、おお、オリジナル、東京から長野に来て、はい、不便だなとか便利だなって思うことはありますか、田舎はいいでしょとのことです、なるほど、まあ、さっきのエアコンの話もちょっと通じるんだけどね、はい、まあ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 普通になんかここに住むようになって、はい、まあ、便利だな、いいなって思うところと、はい、不便だなって思うところは何かありますかっていうことなんですけど、はい、どうですそれぞれ、はい、ナミさん、静かいやマジでそれはいい、工事の音とか全然聞こえない、いや確かに確かに、ガー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 って結構やってるよね、確かに工事ではそういうの多いもんね、通りとかもね、比較的少ないから、うん、これは確かにいいね、静か、うん、静かですよね、静か、大きな利点、
あとはいいところで言うと、うん、やっぱ水が冷たい。ああ水がいいところ。飲み水として。はいはいはい、はい、あ水が美味しそうなものならちょっと美味しいみたいなもんね。気持ちなのかわからないけど、あれもあるかもしれない。そんな感じがする、うん、とか、うん、まあ、雪があってちょっとテンションが上がる。それはある。はい、そのまあこれは東京都内がいいとか、はいはいはい、田舎がいいとかって話とはそれるかもしれないけれども、はいはいはい、味変できる楽しさみたいなのがあるね。ああ、そう、行ったり来たりしてるから。確かにそれはあるかもしれない、うん、それはあるね、うん、はいはい。どう？あ、私的にはまあタルキ君みたいなところで言うと空気が綺麗かなって。住んでんのかな、綺麗っていうよりかは。寒いからさ、なんか空気が澄んでる感じする。フレンソールみたいな。そんなところはな、わかるの？なんか空気が気持ちいいなとか、窓開けた時にトンビ飛んでんのよ。自然がね、そう、はいはいはい、自然豊かでいいなって思うのと、トンビ飛んでんのこの辺り。トンビ飛んでたよね。よくいる、よくいる。いるんだ、トンビ。ああ、そういうのも見るの好きだし、ただちょっと不便な方行っていい？はい。コンビニが近くに。まあ、問題な。まあね。近いよ。いや、近い。だって歩いて10分もかかんないんだよ、あそこ。比較的近い。うん。なでしこのコンビニの近さ。いや、さてはコンビニ近い族で慣れてしまったな。うん、染まってる。ここ3分圏内とかだと思ってるでしょ。僕、実家徒歩25分かかんない。やべ。確かに、なでしこの実家はどうだったの？実家30分とか。めっちゃね、ちょっとマウント取るね。その25に対して。5分上だよってマウント取りなかったんだけど。あ、そう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 。まあ確かにな、一回慣れちゃうとね、そのコンビニ近い問題に。まあまあまあ、これきついんだよな。はい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 。ただし、やっぱり静かだしいいしね、うちは静かだしいいし、のんびりできるし、はい、散歩したいなって思えるような場所かな。してねえ。見たことない。見たかいもないよね。見たことない。見たかいもない。したいなと思いながら1年経ったってこと。見たことないよ。本当ダウト。これは大嘘つき。まあ綺麗なところだからさ。いや、いいなって思うよ私は。いや、思ってるだけ。本当にいいなと思います。なるほど。なんかあります？あの、僕はほぼ住んでるんで。そうだよね、まあ、いい点はその、なんだろうな、うん、ずっと家にいるから、うん、あんまりと、なんか東京にいたもんずっと家にいると思うんで、はいはいはい、そんなに変わんないけど、うん、車運転しやすいっていうのは、はい、都内に比べて。どうして？やっぱ都内は人通りも多いし、道狭いし、ね、道狭いし、信号も結構多いし、うんうん、あとはなんかこっちからそっちに行きたいのに、うん、なかなか行けんみたいな。はいはいはい、人通りとか車が、そうそう、そこが一通になってたりとか、中央分離帯があるとか。あれ難しくない？そうそうそう、難しいよ。あれどうやってさ、難しくないってあと乗ってなくなる。いや無理だもん。乗ってないことはないよ、一応。免許は持ってるから、ね、一応免許持ってるから、一回だけ、一回だけね免許取って、千葉で一回だけやったけど、うん、瞬時の判断がむずすぎる。そうだね。その点やっぱ田舎道も広いし、うん、いや車通りもまあ渋滞もね、時間帯によっては混む時ありますけど、はいはいはい、そんな混む、めちゃくちゃ混むみたいな時はないから、うん、ここら辺は。確かに確かに。だからやっぱ運転しやすいっていうのは、はいはいはい、僕が免許取ってからこのやっぱ10ヶ月ぐらい経ちますけど、うん、だいぶスキルを磨けたんじゃないかな。そうだね、たくさん乗って。そう、これ東京にいたらできなかったな、うん、はいはいはい、いや無理だね。危険だもんな、最初練習する場所としては。そうですよね、それはある。うん、まあ、不便なところはやっぱり、うん、東京にいる人になかなか会えなくなっちゃうっていうのは、あ、それはやっぱ、僕はここに主に住んでるから、はい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 、東京に行くってなるとちょっと、うん、一念発起じゃないですか。ちょっとどこでもドアを作っていただくしかない。本当にそれよね。あ、でももうそろそろどこでもドアではないけれども、うん、どこでも会えるみたいなのになると思うんだよね。それ物理的にってこと？物理的に AR みたいなってこと？いや、なんか、うん、宇宙から、うん、全てマッピングできるらしくて、うん、
そしたらブワーンってそっちにそっちがうもう目の前に映し出される世界が来るんじゃないかなみたいな。映すとか声がリアルに聞こえるとかってあるかもしれないね。それももはや一緒にいるじゃねみたいなのはできるかもしれない。あ、それはそれでありだよね、うん、実際喋れるならね、ここになんかもうみんないるみたいな。作るってことあんたが。いや、文字だよ。何をしてるよ、そんなことしてる場合じゃないよね。いやいや、YouTube やってるやめて、そっちに切り替えてった方がいい。そっちの研究に集中してほしい。人類のために。そう、いち早く。でも自分があたかも作れるかもな。いや、詳しいからね、それから。詳しいだけか。無理無理無理。航空技術って難しいけど、専門の方にね、でもそういう時代がね、え、すごい、すごいね。でも腕相撲とかできないでしょ。腕相撲はあの、この例えばメガネかけて、あの、まあ、まるでペントとやってんだけど、メガネ外すとなんかロボットみたいな、人形みたいな、ロボペンくんとやってるみたいな。ロボペン、あり得る。お互いの家にロボをね、そう設置して、全てのステータスを移植して、パワーとかロボペンくんみたいな。チート使ってきたらチートでロペンの力を 1.75 倍にプロアクションリプレイ使ってましょう。昔のゲームのあのやつで、ね、僕らしいですね。ロボつかさったロボペンで2人でやってるかもしれない。もうできるかもしれない。じゃあもうそのうち僕たちもう見てるだけロボ同士がやってるだけ。様子を見るっていう。本当に生きるとはっていう別のテーマでまた問題が出そう。まあでもそうなるかもしれない。なるほどね。現状はなかなか会えない。そうですね、やっぱそこかな、不便だなって思うのは人に会えないっていうのは。まだ遠いよな。いや、ちょっと遠いですね。遠すぎないっていうのは。そうだね、微妙に行けちゃうって。そう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 、そこだけまた微妙なところ。そうですね、はい。なるほどなるほど。私は不便なところはやっぱあれじゃない、そのなんか配達範囲外である可能性が高いみたいな。具体的には言えないけど、これが東京だったらどこでも届くのに、あの、ここだったらそれが、そのサービスが使えないとか、ギリギリ届かないとか、そういうのになりがちみたいなところが、やっぱりちょっとそこは不便だなっていう。確かに。それはあるよね。ドミノピザもギリギリ届かないですよね。そうなのよ。ギリギリ届かない。そうなのよ。うん、そういうところがまあ不便ではあるけど、うん、まあ利点としてはやっぱシンプルにさ、同じ家賃の割に広いじゃん。確かに確かに。確かに確かに。それにね、ちょっとよどった。いや、冷静にこの広さの家、そう、東京で借りたらもうやばいやばいよ。えげつないよね、ここは。安さ、安いし、3分の1とか、そう、下手すら4分の1とかぐらいかもしれないね。広いし庭もあってみたいなさ、そこは自由にできるというかさ、庭を好きにやりたい人とか、車も置いといてね、洗車とかも自由にできるとかさ、いろいろ趣味の幅が広がるというか、そういう意味ではね、我々の仕事と相性が非常に良かったというところはあるなと思って。この物件結構奇跡的にいいよね。マジでいい。程よい、まあ、あの距離感だし、そう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 、駅とかからね。そうなんだよ、そうだよ。だから、いや、よかったな。よかったな。いや、ほんとマジでよかったなっていうところかな。まあ、その分逆にそれがデメリットあって、掃除が大変とかさ。はい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 。まあ、あと寒い地域だとね、本当に、あの、風呂入る前めっちゃ寒いとかさ。ああ、いや、それは間違いない。そうだよな。ヒーター置いてほしい。ね。ほんと。風呂に。あと寒くて、一時ここで入らず、家で入ってから来てた。そうだよね。寒すぎて、無理と思っちゃってる。寒、無理。無理無理、寒すぎて。凍え死ぬわれ。毎日住んでる僕らと。すごいなって思うよ。いや、でもいや、マジで寒いって言ってるじゃん。全然寒くないよ。慣れてきた、もしかして。すごい、もう長崎県民やん。廊下寒いとか、たるきもなんか仕事終わった後こうやってくるよ。やばい、乗馬しながら来るの。動いてないと寒すぎちゃって、廊下えげつなくない？廊下は冷たいよね。そんな寒いんだって思いながら慣れてるんだ。すごい寒さ耐性やっぱついてくんだ。すごすぎる。そういうところかね。そうだね。まあ、やっぱ自然が多いのはやっぱいいよな。いや、本当に、うん、本当にそれは思う。朝起きて窓パーって開けてね、あ、気持ちいいってなるから。
最近雪景色がさすごい広がってるから、はい、朝起きてこの日光と、うん、この窓から外見たら雪があるみたいな、すげえ、はい、いいなと思って、結構俺の憧れてた理想のなんかその田舎暮らしみたいな光景なのよ割とマジで気持ちいい。老後は田舎暮らししたいとかなんか言ってたのね。そうそう、それが割と早い中で叶った。もう老後40年ぐらい前倒しで40年ぐらい前倒しで叶ったから良かったなっていうことですかね、うん、はい、自然は偉大ですよ、うん、ストレスも軽減されるからね、うん、それはある。あ、本当だよ。ただ最近問題としてパキラがね、画面外だけどやっぱ寒いとやられちゃうっていうことに、うん、そうなんですよ。調べた感じ、うん、そうっぽいですね。観葉植物禁止、あ、まあ、種類によるんじゃない。そう、寒さに耐えられるやつとかだったら、うん、あのパキラの横のやつもカラッカラにする。あれはね、もうやられてしまった。フラワーみたいなライリーフ感じになっちゃったけどね。ちょっと難しいね。確かに、うん、一応僕の家から持ってきたパキラも外に締め出されて、うん、もう死亡した状態で担ぎ込まれてきてるから、あれやっぱ深さ無理だったよ。出入り禁止だってなって、そう、年齢して最後厳しいしかないかもしれない、思い入れとかで。あと、うん、みんなが来る時に限って雪降らないから、お、僕しか雪かきしてない。確かにタイミング悪いよね。ずっと晴れてるもんね、こっち来ると。本当この前僕1時間ぐらいやってました。すいませんね。雪かき、お疲れ様です。朝から寒いって思いながら8時ぐらいからやって、9時に汗だくすぎて風呂入りましたもん。ありがとうございます。最初交代でやろうねとか言ってたけど、そうそうそう、確かに俺ら来るとき道路全然大丈夫みたいな。そうですよ、ね、また次降ってたらちゃんとやりますよ、あれ。雪かきバトル、雪かきバトルやろうよ。もうそれ終わりそうです、ね、終わり、確かに溶けてくるかもしれない、うん、あ、そう、あといいところやっぱ夏涼しい。あ、確かに、まあ、地域見えるかもしれないけど田舎の、はいはいはい、本当長野はマジで涼しいなと思って、うん、暑い期間もあるけど基本涼しいじゃん、向こうに比べたら、うん、すぐ涼しくなる。そう、そこがマジで良かったなって思う、ね、うん、そんな感じですかね。はい、はい、ラジオネームショコラさんより、お、よ、知り合いみたいな。ああ、知り合いの人、いつもなみたいな。知ってるかもしれんよ。髪型のこだわりはありますか、とのことです。うわ、シンプルな質問なんですけど、はいはい、まあ、髪型で、そういうこだわりというか、なんか意識してることというか、なんかどういう風に美容室で注文してるのかとか、あ、そういうこだわりみたいなのってあったりするんですか、皆さん。まあでもペントはもう昔から足目、あ、そう、まあ足目、まあ今露骨な足目ではないけど、うん、もう本当に高1ぐらいからずっとずっと基本この髪型だわ、はい、変わってない、ね、何も変わってないよ、ね、途中で一回なんかパーマ当てて、うん、あのアフロみたいになったことがあって、うん、引っかで元に戻したことがあるんだけど。一回浪人が決まった時から確か、浪人が決まって気合い入れようと思ってパーマ当てたらアフロになっちゃって、なんで気合い入れ、気合いの入れ方やミスったと思って速攻元に戻すっていうことしたことがあるんですけど、ちょっと一回やったしやん。黒歴史ってか2個あって、うん、そのアフロと台湾旅行行った時にお任せ買ってね、台湾買ったりされたみたいなのが2回あるけど、それ以外は基本この髪型に落ち着いたみたいな感じ。なんでその髪型に落ち着いたの？よく聞いてくれた。おお、これね、私実はこだわりがあって、ある、俺の中の一個テーマが、はい、寝起きでそのまま行ってきますっていうテーマがあるんだけど、俺の中でテーマがあって、はいはい、ぶっちゃけ俺寝起きで、まあ、セットをほぼしなくても、うん、はい、違和感のない髪型、うん、でたどり着いたのがこれなのよ、これなの、俺の中で、うん、なんか中島もちょっと喋ったけど、うん、よくさ、めちゃくちゃこうセットして、うん、寝起きはなんか やばいけど、セットしたらバシッと決まるみたいな、うん、セットしたら90点の髪型になる、うん、セットしない時は50点みたいな、うん、その差がある髪型じゃなくて、うん、セットしてもしなくても常に65点みたいな、その髪型を意識してて、はいはい、そう、あの、だから多少プラス多少髪が伸びてもあんまり違和感がない髪型というか、それでたどり着いた、俺の中でたどり着いた正解がこの髪型だった。なるほどね。起きて風呂上がりもこの基本この髪型だし、はい、そのまま寝て起きてもこの髪型みたいな、うん、キャンプとかでも結構相性が良くて、うん、そのままあのできるみたいな、はいはい。それはそのいろいろ試していった結果たまたま出会ったの？あんま試してはいないんだけど、うん、俺の中で割と納得のいく髪型かつ崩れにくいなと思ったのが、髪型でみたいな、そこの中央を取っていく、そう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 、
本当高校生の時はね、ナレシコとかもちょっと喋ったけど、こうアイロンでこうちょっとウェーブしちゃうとかさ、ちょっと外跳ねするみたいなさこととかはしたけど、それって要は時間をかけて、まあちょっと加点じゃないけど、仕上げに行ってるみたいな、でもそのお風呂上がりは外跳ねなくなってるし、ウェーブもなくなってるみたいな、それの差を減らしたかったみたいな。なるほど。いつでも同じ最低限のパフォーマンスみたいな、本当にサイゼリアみたいな、サイゼリア新潟におけるサイゼリアを狙ったみたいなのがあったので、サイゼリアなんだね。ゲストは他にもあるのかもしれない、自分の中で顔の顔に100点、髪型に100点を狙える髪型があるのかもしれないけど、俺は一旦これで生きていこうと思って、今後も今んとこね、なんかそのイベントがない限りは、ハゲイベントとかまあなんかそういう強制イベントとかマジであり得るから、その時また考えるけど、しばらくはこれでいいかなっていう、俺はそういう考え方だなっていうところですね。どうです、司くんとかは。結構司さん髪型、この1年間でこのカメラで見る限りでも変わってるもんね。確かに、いろいろ試したくなるんだ。あ、まあそれもあるけど、結局は楽なのがいいなってのはあるんですよ。はい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 、はい、そのなんとなく、こうなんでしょう、動画に映るとかなったら、はいはいはい、ちょっとセットしといた方が見栄えはいいじゃないですか、ね、はいはいはい、ってなった時にやっぱりセットが楽なのはパーマだから、なるほど、パーマをかけるってのは、はいはい、黒髪の時はパーマで、金髪の時はパーマかけられないから金髪みたいな、でも金髪ってそんな、なんかセットとかしなくても、確かに金髪だなってのがある、はい、確かに、はいはい、でも黒髪だとパーマかけるとセットが本当に、僕濡らしてちょっと頭皮ら辺を拭いて、でワックスとあのグリスっていうちょっとツヤが出るやつをぐるぐるってやって、バーってやって終わりなんで。なるほどね。5分ぐらいで終わるんですよ。ああ、なるほど。でもその普通の髪、黒髪ストレートだとやっぱアイロンが必要とか、ちょっと髪をこうやってこう調整したりとか、それは結構めんどくさいから、だから金から黒に戻した後にもうパンかけちゃったみたいな。なるほどね。感じですね。それも本当僕も高1からずっとそうで、はい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 、そうそう、変わってないです。変わってないですね、あんまり。色はその時々な。あ、色はまあ大学生になってからちょっとまあ金髪に染める機会があって、はいはいはい、それをローテーションしてるみたいな。金髪黒パーマ黒金髪黒パーマ黒金髪みたいなのをこうローテーションしてたみたいな。気づいたら落ち着いちゃったもんね、みんな。それはあるな。たまたまそのローテーションの金髪の時に、あのチャンネルの解説がこうができて、はい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 、今回ってる。でももう、ちょっと髪を金髪とかはまあいいかなとは思います。年も年かな。年も年かな。はい、あ、なるほどね。まあ楽、はい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 、セットが楽っていう、はいはいはい、それっぽく見えるっていう、大事だよ。なでしこはだってまた髪型変わってるもんね。あー、この今ね、あー、はい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 、まあ、結構そこは気分、時間があるときはセットしがちかもしれない、でもこれめっちゃ簡単だけど、はいはいはい、やっぱそれを楽しんでるというかさ、化粧と近い感覚でいろんな髪型を試して、いろんな可愛い自分をこう撮れてみる。すみません、失礼しました。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 女の子はみんなそうじゃないの？でもその一つあるのは、髪がある程度長いといろんなバリエーション作れるじゃん。そう、そうだね。男はもうあとなんかこうここピューってやるとか、ピューってやるとかできないから、確かに確かに。そうなんよね。だから基本的に私はロング派だし、美容師に美容師ごめん、めっちゃ寝そうだったから邪魔しちゃ悪いなと思って。あ、大丈夫大丈夫。美容師さんに絶対に言う、私的こだわりがあって、まずちょび毛を生成する。ちょび毛っていうのはここの顔のラインのこの、この毛の触覚ね。触覚は、いわゆる触覚の部分を生成するのと、はいはい、それ重要。それと、そこ命みたいな、そうそう、JK いるよね。そういるいる、めっちゃ綺麗だ。実際そいつのありなしのさ、えげくつくえげくつない。えげくつない。確かにこだわり見えるよね。フェイスラインが隠れるっていうのはあるよね。なるほどね。そうで、こいつと、あと前髪がここだけちょっと長いの、
あ、じゃあちょっとだけこうなってる。そう、こんな感じ。そう、そう、そうすることによってさらに小顔を演出します。なるほどね。でそれとはまた別で、はい、あの私普通の髪の長い子じゃなくって、はい、なんかね、なんていうの、ダウン入れてるって分かるか、はい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 、あのめっちゃバッサリのダウンを入れてるの、うん、だからここぐらいの髪の毛の長い子と普通にこれぐらい長い子がいるのよ。きり分かれてんの。あ、今髪の毛のことをコって呼んでるのね。そうそうそう。あ、そうか。それはわかんないって。自分の髪の毛のことを子供の呼び方してるんだ。この子とこの子わかんないって。我々の脳内は違う女の子。そうそうそう、違う女の子。一般論の話かと思った。いや、なんか女の子がたくさんモデルでいるのか。そう、ごめんなさい、そういうわけじゃない。長さがバラバラなんですよ。だからさ、確かにそうだ、出てる毛ってさ明らかに短いじゃん。短いわ、確かに。そう、この段差が結構重要、私の中で、っていうのは、なんだろう、アレンジした時に、なんだろう、ふわってさせやすいとか、うん、なんかあざといしたら、あざとい演出がしやすい。これはマジで裏技、私的裏技。なんでそれ気づいたの、それ。なんかそっちの方が可愛いかなと思って。違う、なんで気づいたの。それだけだったら本当に。だから本当にこうやって髪の毛結んだ時に、うん、なんかここら辺に毛出てた方が可愛いなって思って美容師さんに、じゃあここら辺ちょっとバッサリ切ってもらっていいですかみたいな、段つけてくださいって。自分で言ったの、段つけてくださいって。そうそうそう、すごい。これじゃあなんかこう今特許。いや、わかんない。ダメなタイ。わかんない。今言われて出ちゃったけど大丈夫。確かに取らないと。そう、こっから流行るかもしれない。そう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 、ガリみたいな似たような感じだと弱い。嫌だけど、それ坊主の言い方ですね。こっちやん。なでがり、なでがりは嫌だけど、うん、なんかそう、だからそう、まあ、似たような髪型で言うとウルフカットっていう一応カットがあるんだけど、まあ、それとはちょっと違った感じで、私は絶対にこれにしてる。もう必ずここぐらいまで切って、段、ここぐらいまで段入れてくださいって、うん、段入れてください、うん。段入れてくださいは、いや、一般的なやつじゃないんでしょ。だから、めんどくせえ客だな、みたいな。一回ダリーなって思われてる。段ダリーなって思われてるかもしれないけど、じゃあ。それ、やばくない、思われたら。結構ショックなんだけど。次に段って入ってくる。何だ、何すか、段って。段来た、段来た。バイトの中であだ名つけられるやつ。段でようやく来ました。段来ましたよって。うわ、明日ダンいいんじゃん、1時からダンだ。誰ダン当たりますみたいな。あのあだ名嫌やわ。まあ、だからね、基本的に美容師はそんな変えなくて、はい、言うのがさ、ちょっとそうだ、ね、ごめんねって思っちゃうから、確かに確かに、ね、美容師は変えなくて、うん、もう一定のところに、うん、いつもと同じ感じでお願いしますとか、そうとかは絶対言うね。なるほどね。もういつもと同じ感じでみたいな、はい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 、絶対に言うようにしてる。これはいい美容師さんと会いましたね。そう、本当に。まあ、さすがに最初驚かれたけど。ダン。ダン。そうだね。ダン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 。マスオさん。ダンを入れるのかい。美容師になった。美容師になった。マスオ。マスオさん転職して。ダンです。まあ、僕は。基本的にこだわりはないよ。なんなら今切りたくても後回しにしてめちゃくちゃ長いから。そうだよ、めっちゃ長いよね今。うん、長くして確かに長いな。長い状態でメガネかけるといとこのおばさんに似てるでしょ。めっちゃ似てんの。本当に乗せたいレベルだけど、ちょっと乗せらんないんけど。マジで似てんの。いとこのおばさんに似てんでしょ。めっちゃ似てる。そうなんだ。超似てるよ。もっさりしちゃうんだよね。もっさなんだよ、僕もそう。結構毛量増えちゃう。毛量が多い。でも多分ハゲる。それそこは知らんから。そこの悲しき運命は知らんだけど。そうなんだよね。なんか自分で好いたりとかしないの？いやだから昔自分でいろいろやってたけど、髪詰まわせてトラウマがあるから。そこはまた別の問題。その処理の問題だ。そう、ね、やっぱ結局自分でやるのは良くないなと思う。まあ確かに確かに、僕も一時期やってたけど、うん、明らかにね、うん、そのスタイリストがやった方がそうだよ、ね、セットはしやすい、うん、いや間違いない、うん、あとなんかあえて言うと、はい、これ僕の経験上、はい、値段高ければ高いほど美容師は、はい、優秀。トリビア別に。トリビア別に。高ければ高いほど美容師は優秀。いやなんかヘロップの出方まで今想像できたよ、こうやって。優秀。なんかね、やっぱり
違うなってなる、ね、そうなんだ、この値段取るだけあるなみたいな、そうこの値段取るだけあるなみたいなのがあって、はいはいはい、なんかそのセットとかもやっぱりしやすさとかがある、何が違うのかは全然わからないんだけど、はいはいはい、ある気がするね、そうだからまあ一応行ってる場所はいつも同じなところに基本的に行ってるんだけど、違うところ行きたいってはならない、そこのこだわりはあるんだね、髪型のこだわりはないんだけど、うん、だからキュービーハウスで行くかとはならない、ならない、え、そうだからその1000円カットとかも、うん、まあ昔経験してたからわかるけど、はい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 、やっぱ違うなってなる、あ、なんか思った通りになるかならないか具合が違うみたいな、はいはいはい、なんとなくある、俺いい美容室行ったことないからわかんないな、本当ですか、うん、それまあでもテントのそれがもう完成されてたから、確かに確かに、それ以上は求めないんだって、求めてはいないんだよね、でもちょっと興味は1回ぐらいやってみたいなっていう思いはある、いくらぐらいなんですか平均、あでも一でも6万かけるときはそれなりにかかるよ、1万1万ちょいぐらいかかるかな、はい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 、まあ、でも一般的な、うん、まあそうだよね、一般的な美容室の価格だから、うんうん、まあただその前髪がなんか伸びるの早い気がするんだよね、うん、あれいつもそのお願いの仕方は、うん、あのそのなんだカタログ、カタログ、そう、そのカタログで、うん、これでお願いします、いやそうなの、あ毎回同じ写真撮ってことこれでって、なんで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 、え、そう感じなかった、うん、感じなかった、すいませんいや普通になんか自分がこうあってほしいみたいな言ってるのかと思った、え、言うのは結局向こうもこっちも得しないっていう情報を得てから、あ、向こうも髪このぐらいで、あらでって言うよりもこれって見せた方がいいし、まあ、なんならそのスタイリストが出してる髪型が何種類かあんのよ、ネット上とかインスタとかで出してるの、はいはいはい、それをお願いすれば、うん、あいつものやつですねってなるから、その人のものだから、うん、だからそのまんまそれをお願いしてる、僕も聞いてくれてる美容師さんのインスタのやつをそう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 なるほど、その人が用意してるスタイル、うん、スタイルがあるから、うん、まあなんだけど、まあ、それって結局確かにそのセットありきっていうのはちょっとあるから、はいはいはい、今もうあのワックスすら持ってき忘れてる状況で、こんな長くしちゃってるから、はい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 、怒られるわけなんですよ、これじゃあダメだよ、割とセットがねしっかりこ う妄測があってみたいな、ね、そうでしかも、あの1ヶ月に1回行かなくちゃいけないから、あんたの2ヶ月ぐらい放置してるんだけど、はい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 、そろそろ行かなくちゃやばい、なるほどね、あそのぐらいだね今のところ、はいはいはい、ただまだなんか理想の髪型には僕はまだ出会えて出会えてない、ちょっと前髪が伸びるの早い、いつも切るときはどんぐらいまで切ってます、僕は目と眉の間ぐらいって言ってきてもらって、大体そんな感じなんだけど、うん、でもそれもさ、なんか伸ばした時の目と眉と伸ばしてない時で、伸ばしてない時でここら辺なのよ、うん、目と眉の間ぐらい、うん、でもすぐね、こうなどんどん伸びてっちゃうから、それ前髪じゃないんじゃない、これそう後ろから持ってきすぎちゃってんじゃない、ちょっとどう、実はここら辺後ろ髪だったりするんじゃない、そうなの、わかんない、ちょっと、うん、顔長いは違うわ、長い普通に長い、普通に長い、めっちゃいいところのお母さん、いや知らんわいいところのお母さん言うないや、まあ、ちょっとね切らなくちゃいけないんですけどね、はい、まああのこだわりっていうか、はい、あの一つの楽に、はい、そのサクッとやってもらえるっていう方が重要かもしれない、うん、あーだこだ言うの難しいから、うん、それはあるね、そうこれ何の話だっけ、髪型のこだわりはパーって言い、大丈夫、そうだね、まああと前パーマかけてたけど、うん、最近はあんまかけてない、確かにそうだね、なんか結局ストレートの方が、うん、無難確かに無難ではあるの、無難、うん、あの統計的にこっちの方がいいってことに気づいた、うん、自分の中に入ってそう、うん、だからこだわりがないですてかそもそもこだわりっていうのがそもそも方法ないからね、僕、そうね、うん、そんな感じです、はい、こんな感じです、ういすい、今週はこの辺りになりますね、はい、はい、この後もう一本撮るのかな、そうですね、そうですね、このまま次の撮影でまたお会いしましょう、さよなら、バイバイ。